こんにちは、 YouTube 図書館のアッキーです。それでは今回は20代をどう生きるかについて解説していきます。20代をどう生きるかで30代の生き方の9割が決まります。人生をより楽しむ秘訣を11個伝えます。20代だけでなく30代40代すべての人に伋えたいことばかりです。1個目、20代は迷う時期です。たくさんのことに悩みます。何の仕事をしたらいいのか、どこに住むのか、将来何がしたいのか、迷わない人の方が少ないです。迷わないよりは迷った方がいいです。迷うことでいろんな道を試すことができます。何がしたいのか、どうなりたいのか、どんどん迷ってください。迷ってダメって思う必要はないです。20代は2つのうちのどちらかで OK です。迷わずにやりたいことをやりきってください。またはやりたいことが分からず、いろいろ迷ってうろうろしてください。どちらでも正解です。将来迷わないために20代で迷い切ってください。そして迷った時に大切なことがあります。それは立ち止まらないことです。20代はやりたいことをやりきるか、やりたいことを探すためにずっと迷い続けることが大事です。そしていろんなことにチャレンジしてください。20代で結果を出さなくていいです。20代の成果は30代40代で生まれればいいです。30代になった時に20代であれをしておいてよかった、そう思えたら OK です。失敗するよりもなんで20代でやらなかったのか、そう後悔する方が辛いです。結果が出なくても安心してください。20代を楽しむために迷い切ってください。2個目、魅力は成功ではなく失敗で決まる。失敗できるのが20代の特権です。もちろん何歳になっても失敗はできます。でも早いうちにたくさん失敗してください。失敗している人はどんどん魅力的になります。その人の魅力っていうのはどれだけ成功しているかで決まらないです。どれだけ失敗しているかで決まります。魅力的な人っていうのはたくさんの失敗を乗り越えた人です。たくさん成功した人ではないです。あなたは木村屋総本店を知ってますか？アンパンで有名なパン屋さんです。木村屋総本店はたくさん失敗をしています。創業してからずっとアンパンを出しています。そしてジャムパンを出したり蒸しケーキを出したり、どんどん新商品を出してきました。新商品はチャレンジです。大半が外れます。しかし失敗が個性になることを木村屋総本店は知っています。たくさんチャレンジをしてたくさん失敗するからこそアンパンに個性が生まれます。人に好かれる人っていうのは失敗の数が多い人です。たくさん成功した人ではないです。20代をより楽しむために失敗を個性に変えてください。3個目、何をしたいかよりもどんな人になりたいか。バーテンダーになりたいよりも〇〇さんみたいになりたい、そう言ってください。20代になると周りの人によくこう言われます。あなたは一体何をしたいの？言われたことないですか？その時にバーテンダーになりたい、医者になりたい、経営者になりたいって言わないでください。それだと迷いが残ります。なぜならバーテンダーは抽象的だからです。具体的に何をしたらいいかがわからないです。そうではなく〇〇さんというバーテンダーのようになりたい、そう言ってください。〇〇さんのような経営者になりたいって言ってください。具体的に何をしたらいいかが分かってきます。 YouTuber になりたいではなくて〇〇さんという YouTuber みたいになりたい、そう言ってください。具体的な人を置いた瞬間にあなたがやるべきことが具体的に見えてきます。20代は不安な時期です。それは大丈夫です。でも今日するべきことが分かっていると不安がどんどんなくなります。何をすればいいか分からないのが一番不安な状態です。何をすればいいかは〇〇さんみたいになりたい、そう思った瞬間に決まります。年収1000万になりたいはやめてください。〇〇さんみたいな年収1000万になりたい、そう言えた瞬間にあなたがやるべきことは明確になります。20代を楽しむためにあなたの目標の具体的人物を持ってください。4個目、傷つくのは失敗が足りないから。傷つくことってないですか？傷つくのって辛いですよね。傷つきたい人なんていないです。そして傷ついた時の痛みっていうのは個人差があります。なぜあの人は傷つかないのか、なぜ自分はこんなにも傷ついてしまうのか。傷つきの痛みが大きい人っていうのはこれまでの失敗の量が少ないからです。大きな失敗もなく失敗が少ない選択肢を選んできた人は失敗した時、傷ついた時にたくさん傷ついてしまいます。一方失敗だらけの人は傷ついてもそれほど
の痛みを感じないです。失敗に慣れているから傷つくことが少ないってことです。失敗をすると2人に分かれます。1人目は立ち止まってしまう人です。2人目はまた新たにチャレンジを続ける人です。これが痛みの差になります。傷つく痛みを小さくしたいのであれば、今のうちにたくさん傷ついてください。20代のうちにたくさん傷ついてください。痛みをたくさん経験してください。痛みっていうのは悪いことではないです。痛みとは体が正常に戻ることです。そして人に対して優しい人は失敗の数が多いです。一方、人に対して優しさが足りない人は人間関係の失敗の数が少なすぎる人です。多くの失敗をしてきた人は、これをしたら人は傷つく、それが分かっています。人に傷つけられた量が多い人は、これは痛い、自分はしないようにしよう、そう思います。20代を楽しむためにたくさん失敗をしてください。5個目、時給のためにすると時間を売ることになる。体験のためにすると未来を買うことになる。あなたは何のために働いていますか？働く人は2つに分かれます。時給のために働く人とお客様のために働く人です。あなたはお金のために働いていないですか？社長は時給や給料のために働いていないです。お客様のために働いています。給料のために働く人とお客様のために働く人では圧倒的な差が生まれます。あなたはどっちですか？仕事でうまくいく人、成功する人はアルバイトをしている時からお客様のために働いています。20代を楽しむために、お金のためではなくお客様のために働いてください。6個目、好きなこととは何か。好きなこととは、めんどくさくて見返りがないのにできることです。20代のうちに好きなことを見つけてください。30代でも大丈夫です。できるだけ早く好きなことを見つけてください。よくこんな人がいます。好きなことを見つけたいのになかなか見つからないって人です。本当にないのってその人に聞くとこう言います。好きなことあるけど収入が少ない、好きなことはあるけど社会的評価が低い。それは残念ながら好きなことではないです。その人が本当に好きなのは社会的評価、お金が好きです。好きなことっていうのは、めんどくさくて見返りがないのにできることです。めんどくさくてもやりたいのが好きなことです。好きなことの定義を絶対に間違えないでください。お金持ちが好きな人は多いです。お金持ちが好きな人はその人が好きなのではなくてお金が好きな人です。好きなことは一人一人が違います。自分の好きなことは検索しても出てこないです。自分で見つけるしかないです。いかに見返りがなくてもやりたいかどうか、それがあなたの好きなことです。20代を楽しむために、見返りがないのにやりたいことを見つけてください。7個目、仕事で手に入れるべきたった一つのこと。あなたは仕事をして手に入れたいものってありますか？お金が手に入れたい人は成功できないです。では何を手に入れればいいのか。仕事をして信用を作ってください。一つ一つの仕事っていうのは信用で作られています。では信用はどうしたらできるのか。あなたがうまくいった時ではないです。あなたがうまくいかなかった時に信用は生まれます。信用は失敗した後のリカバリーをどれだけ頑張るかで手に入れることができます。具体例で説明したら分かりやすいです。例えば習い事をしている人で大会に負けたら練習に来ない人がいます。あなたはそういう人を信用しますか？そういう人は信用されないです。ではどんな人が信用されるのか。大会の前も後も同じペースで練習に来ている人です。そんな人は信用されます。そして大会で負けた後も頑張って練習している人も信用できます。プロテストの前にあんなに練習していた人がプロテストに落ちた後全く練習に来ないことがあります。その人は来年も難しいです。これで信用を落としているからです。信用とはそういうものです。信用はあなたがうまくいっている時ではなくてうまくいかない時に生まれます。うまくいかない時に続けれる人が信用できる人です。20代はコツコツと信用を積み重ねてください。信用があれば後で失敗しても許してもらえます。20代っていうのは失敗の時代です。失敗から信用を作る時代です。失敗を許してもらえるかどうかはどれだけ信用をあなたが貯めてきたかで決まります。20代を楽しむために信用をどんどん手に入れてください。
8個目、20代はお客様になるよりも弟子になってください。20代はお客様と弟子の2通りがいます。お客様になると構ってくれます。一方弟子になると厳しくされます。チヤホヤされたければお客様になってください。弟子になりたければ厳しくしてもらってください。あなたが自由に選ぶことができます。ではどっちが将来成功するのか。チヤホヤされているお客様ではないです。チヤホヤされている人は成功しないです。一方弟子は成功します。20代はチヤホヤされないでください。チヤホヤされるのが VIP 待遇だと思わないでください。ただ子供扱いされているだけです。20代は厳しく教えてもらってください。20代を楽しむためにチヤホヤされるよりも压しくしてもらってください。9個目、できていないではなくできつつある、そう捉えてください。頑張ってるけどなかなかうまくできない、そんな人がいます。あなたはできないのではないです。できつつあると捉えてください。結果とプロセスがあるときは結果よりもプロセスの方を大切にしてください。10代っていうのは結果がすぐ出ます。しかし20代は結果がすぐ出ないです。20代死に物狂いで頑張っても20代のうちに結果が出ないことは多いです。ここが10代と20代との圧倒的な違いです。20代はやっていることが大きいです。ライバルに30代40代50代もいます。これが学校時代とは全く違います。20代で結果を求めるとめちゃくちゃしんどくなります。結果がもし出ないのであればプロセスを楽しんでください。楽しめるのは結果ではないです。結果が出るまでのプロセスです。20代を楽しむために結果よりもプロセスを楽しんでください。10個目、20代の三種の神器。20代の三種の神器があります。それは何か。失敗、困難、不都合、この3つです。この3つを愛してください。失敗のメリットっていうのは気づきがもらえることです。あなたが失敗をするとこういうところが自分は苦手なんだ、そういうことに気づくことができます。そして困難のメリットは粘る力が鍛えられてもう少しやってみようという継続力が生まれることです。最後に不都合のメリットはこれはこうしたらいいのかなという工夫が生まれることです。20代で気づきと粘る力と工夫を手に入れてください。そのために失敗、困難、不都合にできるだけたくさん出会ってください。たくさん失敗したな、たくさんやらなきゃいけないことがある、なんて理不尽なんだ、それをたくさん出会うことです。それができるようになると将来必ず楽になります。20代を楽しむために失敗、困難、不都合、この3つを集めてください。11個目、やる気をなくさなければ勝ち。一番の負けは結果が出ないことではないです。あなたがやる気をなくすことです。やる気には個人差があります。まだ諦める段階じゃないのにやめていく人がいます。やる気をなくす人もいます。これは諦めるよ、もう無理だなっていう時でもやる気をなくさない人もいます。勝ち負けっていうのは審判が決めることではないです。どこであなたがやる気をなくすかで決まります。やる気があるかどうかの分かれ目があります。それは何か、あなたがご機嫌かどうかです。勝ち負けっていうのはやる気をなくしていない人の勝ちです。引き分けでもやる気をなくしてしまえば負けです。結果がどんな状況でもやる気をなくさないことが何よりも大切です。うまくいってもご機嫌でいてください。そしてうまくいかなくてもご機嫌でいてください。周りから見たらあなたがうまくいっているかどうかなんかわからないです。あなたにしかわからないです。そして20代っていうのはうまくいかないことの方が多いです。30代もそうです。20代は10個やったら9個はうまくいかないです。ただし1対9ではないです。なぜなら1個うまくいったら嫌なこと9個は全部忘れることができるからです。その1個に出会うために数をこなしてください。失敗の数はカウントしないでください。10分の1しかうまくいかなかった。10分の1しかできない。そう思わないでください。うまくいったところだけ数えてください。うまくいかなかった時は、よし次こそはとまたチャレンジをしてください。再チャレンジし続けること、それが20代の生き方です。20代は落ち込みます。なぜなら成功率が低いからです。10個やったら9個失敗するからです。その落ち込みから抜け出すには、あなたが再チャレンジするしかないです。再チャレンジしている間は、へこんだ気分を忘れられます。再びチャレンジすることがワクワクを生み出してくれます。20代は10個やって1個しかうまくいかなかったのが、30代になれば10個やれば5個うまくなったりします。20代を楽しむためにうまくいかなくてもご機嫌でいてください。それではまとめいきます。1個目、20代は迷う時期。迷わないよりは迷った方がいいです。
20代の生き方は2つしかないです。やりたいことが決まっていて、それをやりきること。もう一つはやりたいことがなかなか見つからず迷い切ることです。2個目、魅力は成功ではなく失敗で決まる。人の魅力っていうのはどれだけ成功しているかで決まらないです。どれだけ失敗しているかで決まります。どんどんチャレンジしてたくさん失敗をしてください。失敗があなたの個性になります。3個目、何をしたいかよりもどんな人になりたいか。バーテンダーになりたいよりも〇〇さんみたいなバーテンダーになりたい、そう言えるようになってください。あなたの目標の具体的人物を持ってください。誰か具体的な人を決めた瞬間にあなたがやるべきことが具体的になります。4個目、傷つくのは失敗が足りないから。傷つきたくない人は多いです。ではどうしたら将来傷つかないのか。たくさん失敗することです。たくさん今のうちに傷つくことです。痛みをたくさん経験してください。5個目、時給のためにすると時間を売ることになる。体験のためにすると未来を買うことになる。働く人は2つに分かれます。時給のため、お金のために働く人とお客様のために働く人です。どっちが成功するのか、もちろんお客様のために働くことです。お金のためではなくお客様のために働いて未来を手に入れてください。6個目、好きなこととは面倒くさくて見返りがないのにできること。20代のうちに好きなことを見つけてください。30代の早いうちに好きなことを見つけてください。では好きなこととは何なのか。面倒くさくて見返りがないのにやりたいことです。7個目、仕事で手に入れるべきこと。仕事をして信用を手に入れてください。信用はあなたがうまくいった時に生まれるのではないです。うまくいかなかった時にあなたがどれだけ頑張れるかで決まります。20代は失敗の時代です。失敗をして頑張ってください。それをどれだけするかであなたの信用が決まります。8個目、お客様になるよりも弟子になる。お客様になると構ってくれます。一方、弟子になると厳しくされます。ではチヤホヤされた人と厳しくされた人、どちらが成功するのか。厳しくされた人が成功します。20代のうちにチヤホヤされないでください。20代のうちは厳しくしてもらってください。9個目、できていないではなくできつつあると捉えてください。結果とプロセスがあるときは結果よりもプロセスの方を大切にしてください。結果が出たら楽しいのではないです。結果が出るまでのプロセスを楽しんでください。10個目、20代の3種の神器。それは失敗、困難、不都合です。失敗のメリットは気づきがもらえることです。困難のメリットは粘る力が鍛えられることです。不都合のメリットは工夫が生まれることです。20代のうちに気づきと粘る力と工夫を手に入れてください。そのためにたくさん失敗してください。たくさんの困難を乗り越えてください。たくさん不都合に出会ってください。11個目、やる気をなくさなければ勝ち。一番の負けっていうのは結果が出ないことではないです。あなたがやる気をなくすことです。やる気があるかどうかの分かれ目はご機嫌かどうかです。あなたは今ご機嫌ですか？ご機嫌な人は大丈夫です。うまくいってる時だけご機嫌で、うまくいかない時にご機嫌じゃない人がいます。うまくいかなくても次は絶対できると前向きに捉えてください。20代どんな考え方で生きるかで30代の生き方が決まります。30代の生き方で40代が決まります。人生は積み重ねです。今日伝えた11個のことをぜひやってみてください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。